どうも、タムヤンです。ウラドルワーガーの塔、続きやっていきましょう。さあ、フロア11、この回の宝箱はロウソクですね。そして条件は、残り60秒になってからメイジを倒す。難しいね。あ、これ動かなければあれか、時間経たないから。よし、このまま待とう。さあ勝負だ。でもいきなりウィル・オー・ウィプス・ウィスプ左に出てきたら終わりだね。さあじっくり待って。どうだ、私の運の良さ発揮しようか。来た。さあこっから倒せない。1機倒した、2機倒した、届かない。ウィル・オー・ウィスプ来た、倒せない。あー来た、やばい、あと1体、危ない、こっちに来る、こっちに来る。こんなもんですよ、私の運なんてね。くっそー。メイジを倒すっていうのはラスト1機、こいつら倒しといていいのかな。その辺ちょっと分かんないんだけどね。まあ倒さずに行こうか。鍵も取っといた方がいいんじゃないかな。時間はたっぷりあるから、鍵取っとこう。鍵取って、やっぱ一番下の方がいいよね、ここの方がね。ここで戦った方がいいな。ウィル・オー・ウィスプ、ウィプス、ウィスプだね。あいつがちょっとな。さあ60秒、1体倒して、2体倒して、来た、ウィル・オー・ウィプス来た、逃げろ。嘘、こっちにまっすぐ向かってくる。さあメイジ来い、来い、こっちに来い、メイジ早く。あと1体、残り30秒、青いのも来た、急げー、メイジ遠い、倒せない。よし倒した、ゲットしました、キャンドル。そして逃げる、やったぜ。残り15秒。さあ12回アイテム、アーマー、防御力が上がるんでポーズ絶対取りたいよね。というか取らないとドルアが倒せないですね。ブラックスライム、ドルイド、ゴーストの順に敵を倒す。オッケー。ブラックスライム、ブラックス、あー剣出せなかった、ゲームオーバー。しっかりコンティニュー、先は長いぞ。ブラックスライム近くにいるか、あらまあ、これ相当むずいな。ブラックスライムが近くにいてくれないと厳しいね。どこだブラックスライム、よし倒した、ポーズ。次ドルイドね、オッケー。あーむずい、あブラックスライムまだいるのか。やられてしまった、ブラックスライムにやられる。ブラックスライムを先にやっつける。危ない危ない、ドルイド、ゴーストが先にやっつけてしまいそうになるんだよね。開けるか、自分で開けて、オッケー、
やられたー。ブラックスライム倒せない。さあ今度はどうだ。ブラックスライム鍵取るのはいいけど、ああ、いや、だいぶ難しいですよ。ゴーストがね、マンマークで近づいてくるからね。あ、ブラックスライム近い。あ、こいつ倒しちゃダメなんだって。あー、難しい。いや、もう取れ高十分なんだけど。やられるシーンはもういらないんだけど。さあ、あれから5回ゲームオーバーになりました。ついにブラックスライム2体を倒したぞ。さあ次はドルイドか。難しいなあ。ゴーストをかわして、あぶない、このパターンはやばい。ああ、重なってるとやばいよね。よし来た。残りはゴーストのみ。追いかけろ追いかけろ。よし倒ったー、やったー、ついに取りました。ゲームオーバー12回しました。フロア12だからかな。めちゃくちゃ疲れたわ。いや、表面のドルアーが倒すぐらい疲れましたね。フロア12めちゃくちゃ難しかった。さあフロア13、レッドラインシールドが宝箱ですね。出現条件がドアの上を通ってから、ソーサラー倒してから、鍵取って扉を開けてゴールしないという。難しいこと言うなまた。さすが裏目。とにかくドアを通る。あ、不幸にもドアが遠い。ドアが遠い。もう開けるか。いや、これ厳しいとこにあるね。これ通して、一旦通って、でポーズで、ソーサラーを倒して、ソーサラー倒そうか。フロア10人に比べたら楽勝じゃないか。おっと、時間がかかりそうだなこれ。あ、厳しいね。何これ、ちょっと戻りながらにするか。時間がないぞ。こういう直線で倒したいね。ここで、おお、こいつ壁開けるスライムなの。危ない。あ、スライムにやられた。ブルースライム。フロア10人に比べたらもう楽勝なんじゃない。でも遠いよね。あ、2回、意外にスライム直線的に行くとやられちゃうんだよね。この一気で決めたいな。よし、あら、まあゲームオーバー。裏ドルアーが一面ずつが厳しい。今度は扉が近いぞ。 OK、 通り抜けてソーサラーをやっつける。ソーサラーやっつけづらいな。時間が、くそー、あのスライム手強いな。おりゃ、よしよし、これソーサラー倒しやすくなった。ここってこ、ここで来い。ソーサラー来い。来た。一体倒した。もう一体。よし倒した。で、もう一回ツルハシ使えるよね。これで鍵を取って、で扉を開ける。よし出てきた。
やりました、シールド防御力アップ、フロア13クリア。さあどんどん登っていこう。フロア14ドラゴンポット、ポーズ、ドラゴンを一撃で一度だけ倒せるというアイテムですね。次のフロア15にねクオックスがいますんで取っておきたいですね。また難しいな。タイムが赤くなるまで待ってからドルイドゴーストの呪文を7回受ける。めちゃくちゃむずいじゃん。だいたいタイムが赤くなるまでドルイドゴーストを生かしておくのが むちゃくちゃ難しいんだよね。もう取らずに行くか。1秒でやられたぞどういうことだ、ウィザードもいるのか。これはちょっともう取らずにクリアするか。こいつでしょ、無理だって。もう諦めよう。クオックスはもう頑張って倒そう。さあこの選択が吉と出るか凶と出るか。フロア15グリーンネックレス、裏面の宝箱出現条件はクオックスを倒す。もし行くぞ。やられたクオックス倒せるのかな、あのドラゴンポッドなしで。行くぜ。クオックスどこだ。あー、またやられた。炎2発でゲームオーバーでした楽しいじゃないか。なんかアーケード版でもねやったんですけど、クオックスとあんまり戦わなかった。チャンス、これチャンス、やった、ポーズこのネックレスはね後々宝箱を開けるのに必要になります。あとはクリアするだけ。いや、この音楽がワクワクするよね。さらばだ、ナイトたち、さらば、倒せました。さあフロア16、後半勢いついてきたぜ今回。パーマネントキャンドル、ポーズ、またろうそくがねこの回で今まで使ってたのがなくなったんですよね。なので、新たにろうそくを手に入れないといけないんですけど、メイジを殺さずにミラーナイトを倒す。あれか、あの上にいるやつだね。メイジを倒さずに、難しいこと言うな。よし、あー背中を刺された。ミラーナイトを倒すね。オッケー、ミラーナイトが近くにいればいいんだよね。あ、いる、チャンス、待て待て、勝負だ。よし倒した。あとは普通にメイジ倒してもいいんだよね。慎重に、よしゲットしました。やられた、でも取ったもんね。ほっ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 嬉しい。さああとは普通にクリアするだけだぜ。あらまあ、ゲームオーバー。一歩ずつドルワー側の階段を登っていきます。下手くそでもいい、しぶとく育ってほしい。またミラーナイト復活してるのかこれ。嫌だな、もう戦いたくねえ。あー、一体倒すと後ろから卑怯なり。あのね、外側の壁に剣振るとツルハシなくなっちゃうんだよね。なので非常に怖いんですね、外側で戦うの。ここでね剣振りたくないんだよね、ツルハシなくす可能性があるから。よし、ここは有効にツルハシ使って脱出。やったぜ。さあはい、フロア17、ポーズ、ポーションオブアンロック、今17階だよね。18階の宝箱を開けるのに必要な
アイテムです。ポーションですね。絶対必要だな。剣を出したまま外壁に接触する。オッケー。お、取った。取ったけど死んだ。ドルイドゴーストがいるのか。あれ、アイテムなくなってる。これもう一回 取らないといけないね。じゃあこいつ倒してからにしよう。よし、倒した。で、剣を持ったまま。あれ、もうなくなったの、アイテム。嘘でしょ。もう取れないのか。どうなるんだろう。もう一回。ドリド倒して、もう一体のドリドも倒してからにしよう。よし、これで剣を持ったまま外壁に接触。あれ、もう取れないのかな、アイテム。マジか、まずいねこれ。一回限りなの、それともどっかにもう取ったことになってるのかな。いや、不安ですよこれ。フロア18のね、アイテムはドラゴンスレイヤーで必ず必要なんですよね。攻撃力が上がる剣。ポーズ。ドラゴンスレイヤー出現条件、ドルイドゴーストと接触せずに扉を開ける。また難しいこと言うな。スピード勝負だねこれ。急げ。あー、クリアしてしまった。マジでダメじゃん。これ一回ゲームオーバーになってフロア18に戻りましょう。まいったな。ドルイドゴーストと接触せずに扉を開ける。あ、やばい、接触しちゃう、怖い怖いうわ、難しいよし、出た、ゲットできました、ドラゴンスレイヤー、やったぜ。いや、鍵と扉が近かったからね。さあ、フロア19、さっきの続きですね。ブックオブライト。ポーズ。クオックスがいますね。クオックスの5ブロック以上の炎ブレスを吐かせる。なんだそりゃ、クオックス頼みじゃん面白い条件だな。広いところでクオックスに働いてもらわないといけないのか。で、このブックオブライト、光ですね。23階までフロアが見えるようになるっていうことで、取らないと真っ暗闇ですからね。あ、もう取った。アイテム取った今。まだか。5ブロックの炎、ほなもう運なんじゃない。いい場所にいれば。とりあえずここ開けようか。ウィザード倒しときたいね。よし、倒した。あと2体、ウィザード。スライム倒して。危ない。今助かった。ああ。瞬時の瞬発力だよね。さあ。鍵。危ない、ラッキー。ああ、今宝箱出たね出たけど死んだ。長い炎を吐かせるっていうね。そんな自分をねえ、おとりにして
炎を吐かせる余裕はないよ。鍵はどこだい？チャイム鳴ってるけど、ああ。今回何回死んでるかな。もう表面の全ギルぐらい死んでるよ。うふふふ。ただ単にクリアするだけならね、いいんだけど。よし倒した。まずはウィザード倒してしまいたいね。58面でも苦労するウィザードね。2体もいるのかまだ。炎入りぶれないかな。しかもこういう面でドルイドだったらいいのにな。あー、ウィザードっていう最悪の組み合わせだね。これ長くなりそうですよ。19名。よし、ウィザード3体とも倒しました。これチャンスだ。とりあえず鍵取っといて、さあ、あとはクオックスに吐かせるだけだ。どうやって吐かそう。ここ開けようか。避けろ。あ、なんで自分から炎に突っ込んでいったの。結構ね、十字キーがこれ入りづらい時あるんだよね。ギルが中途半端な位置にいて、せっかくウィザード倒したのにな。よし、ウィザード倒した。クォークス勝負だ。そこで吐いたらいいのに。くそ。そこで吐いたらいいのに。来い、こっち来い。吐けよ、そこで。嘘でしょ。吐かないのかい。もうツルハシ使えないね、これ。こっちこっち来い。来い来い、こら吐けよ、早く。え、吐かないの。嘘でしょ。あ、追い詰められた。くそー。クォックス、炎吐けよ。何してるんだよ。せっかくいいこの長い場所使っ、あ、来た。え、今の5ブロックじゃないのか。くっそー。あー、もう赤いの出てきた。ダメだ、そんな狭いところで戦ってたら。こっち来い。おお、やった、避けれた。あー、ツルハシ、あー、なくなった。最悪だ、ツルハシなくなった。ツルハシと引き換えに取りました。ツルハシなくなったまま行く。まあ後でちょっと考えよう。フロア20、最後の1回ね。どうしてもあれ使わないと宝箱取れなかったっていう。フロア20、ポーションオブパワー、ギルのね、耐久力を上げるポーションですね。ここは取っておきたい。最後に残った敵を中央の段で倒す。ちょっと意味がわからないな。え？中央の段、これ全部で9段あるのか。真ん中で倒すってことか。OK。ドルイド？ドラッグナイツ、あのゴースト倒しときたいね。よしよし、あのゴースト倒したい。開けられないんだよね、ツルハシ。よし、倒した。で、1、2、1、2、3、4、ここか、真ん中。よし、来い、ブラックナイツ来い。こっち来い、こっち来い、こっち来い。こっちに来い。よし、ここだ。よし、倒した。いいね、ゲットしました。ギルの持久力上がったのかな。
ということで今回はここまでにしたいと思います。ツルハシないのに大丈夫でしょうか。次回お楽しみに。さよなら。